カクリオの宿班は、ユーマミドリによる日本のキャラクター小説。イラストは、ナルアが担当している。富士エルる文庫より2015年4月12日から、刊行されている。2021年2月時点で、シリーズ累計発行部数は180万部を、突破している。あやかしを見る能力を持つアオイは、ある日、あやかしの住む、世界、陰オの死にせ宿、 天神屋の大旦那を名乗る鬼神に連れ去られ、祖父が残した借金の方として嫁入りすることを告げられる。嫁入りしたくない青は、借金返済のために、料理の腕を活かして、天神屋で働くことを決める。イキューはこの作画による、隠量の宿藩あやかしを宿に嫁入りします。が、ビーズ、ログコミックボリューム40より連載中。2018年4月より9月まで、 東京 MX、BS 富士他にて放送された。キャラクターソング集、銀次役の時味一による、ウェブラジオ、ラジオカクリオの宿班あやかしお宿でおしゃべりしますが、2018年4月5日から10月4日まで、おっと泉にて毎週木曜に配信された。2018年3月16日にテレビアニメの先行上映会内で、舞台、カクリオの宿班が告知された。 2018年9月5日から9月9日にかけて、シアターサンモールでの東京公演が、2018年9月13日から9月16日にかけて、西鉄ホールでの福岡公演が行われた。2019年7月17日から21日にかけて、舞台版2作目、舞台、クリオの宿半オリオや編が、東京、俳優座劇場で公演された。ありがとうございます。